ビール完了。スタートしました。少しバラついた飛び出し。押しているのは11番ポートギル。内からは3番ピッチングリーチ選手が飛びます。アイゼント1のセンコブダンス、それから12番のストロングハート、13番ピッチングセラーの先端固まっていきます。前を見ながら8番のアーツビギラス、外見の9番エターナルモール、展開カメラが下がりました。1コーナーをカーブして前は1コーナー中間へ、単独先頭は11番のポッドギル、リード2馬身取りました。固まった2番集団、3番ミッシングリンク、12番のストロングハート、さらに外見の13番エッシュセラード、固まって下って向こう正面に出ました。5番手に5番のステップオブダンス、あとは離れて集団、この辺りも固まって8番のアーツリグラス、1番のエガロデルと外に出しました。直後に15番ゴルフセリアン、9番のエターナルモール、外から上がっていく7番のカラーを押し上げていきます。あとは後ろ2番内容分付き、その後ろ16番のオレライ、さらに後ろは離れて4番のサンルイビル、内からは10番ペタルーダー、さらには14番ジェシー・デイン、後ろから2投目、6番エースキッチンガリ、3コーナーをカーブしていきます。先端固まりました。ボッドギルのリードがなくなって、ここで外から並びかけます。3番のミッシングリンク、4コーナー、後ろから12番のストロングハート、追い上げてきた7番サラーム、それから1番のレガロ・ディルトル、4コーナーを取って、先頭は3番に。